世界で活躍できるグローバル人材が不足していることは日本の大きな課題となっています。そんな危機感から文部科学省が2013年にスタートしたのが官民共同の留学促進キャンペーン、飛び立て留学ジャパンです。政府だけでなく民間企業、団体などが力を合わせ、グローバル人材育成と留学機運醸成をオールジャパンで目指してきました。フラッグシップとなるのは民間寄付を 100% 原資とする画期的なスタイルの留学奨学金制度、日本代表プログラム。高校生コースでは2000校以上から、大学生等コースでは500校以上の学校から累計約3万名の応募いただき、9471名を採択。留学の行き先、長さ、内容などのプランを学生が自ら主体的に作成でき、多様な応募コースから自由な海外体験を支援してきました。審査基準もユニークで、成績や語学力は不問、好奇心、情熱、独自性をもとに選抜。支援企業134社から延べ1250名の採用経験豊富な方々にもご協力いただき、書類審査、個人面接、グループディスカッションにより選抜しました。飛び立てのすごいところは、得意な留学も支援してくださるというところが一番の特徴かなというふうに思います。独特な留学を支援してくださるので、その独特な価値観を持った独特な人がその国に行って、尖った価値観を育てて日本に帰ってくるっていうことがすごくて、一つの価値観に染まらずに、いろんな思いとかいろんないい気づきがある人たちを日本の中で育てていってるっていうことが素晴らしいことかなと思います。また留学前後には全員に研修を提供してきました。事前研修では自分軸の明確化や留学計画のブラッシュアップなど視野を広げるプログラム、事後研修では留学で得たことを社会にどう生かすか考えたり、留学の魅力を次世代に伝える活動を計画するなど、未来に向けたアクションプランを仲間同士で作成し絆を深めます。支援企業の皆様にもご講演いただき、飛び立て生の視座を高めていただきました。同じような紆余曲折であったり、壁にぶつかる瞬間だったり、それをこう自分でこう解決するっていう試行錯誤の日々を過ごしたり、それが蓄積されている同世代たちなので、今も私は数人のメンバーと週1でこう近況シェアのセッションをやったりとか、すごく大事な仲間をもらったなっていう気がしています。5年後10年後一緒に仕事したいなって思える人たちに出会えたことが飛び立ての宝だったなと思います。派遣の翌年からは毎年留学成果報告会を開催し、リアルな留学体験と成果をプレゼンテーションしてきました。2016年から飛び立て生有志が泊まりにという同窓会組織を立ち上げ、全国9エリアに支部を展開し、年間100を超えるイベントを開催してきました。合言葉は本音と本気。高く飛び立った鳥がいつでも帰ってきて英気を養える泊まりにのように、心理的安全性のある活発なコミュニティを構築しています。絆がすごい強い、やっぱりモチベーションが高い人が全員なので、そこはすごく自分も刺激を受けますし、留学中ちょっとモチベーションが下がった時とかも飛び立て生に連絡して、いろんな人からアドバイスいただけることですごく勇気づけられました。自分の視野も広がったので、やっぱりそういう仲間、いろんな輪がどんどん広がってたらいいなって思います。2020年からは留学後の学びを提供する学習プラットフォームを飛び立て事務局が創設。 SDGs、 リーダーシップ、起業家育成など多様なテーマに関して年間120講座以上開催。2000人以上が継続的にオンラインで参加し、切磋琢磨しています。社会人になった3000名を超える飛び立て生のうち7割が産業界へ就職し、多くの飛び立て生がご支援いただいた皆様の組織で活躍しています。新規事業を考える部署の中にデザイナーとしていて、デザイナーだけじゃなくてビジネスを開発するのを専門としている人や、エンジニア、研究者っていうような多様な人と一緒にチームで今プロジェクトを進めています。多様な分野の学生と一緒にフィンランドでプロジェクトを進めてきました。でその経験が今の仕事の中でも、デザイナーだけじゃなくて研究者やエンジニアの人たちと一緒に他社の人たちも巻き込んで競争プロジェクトとして進んでいく、その中でその経験がすごい生きてるなと思ってます。
僕がやりたかったのはその AI 技術を研究して世界の歴史を進めたい、 AI に関しては誰にも負けないっていう自信があって、それを武器に少なくとも自分なりの価値を出してこう会社にアウトプットできる。飛び立てを機に孫さんの話を聞いて、その上で孫さんが世界を変えたい、 AI で変えたいっていうのを聞いて、じゃあ僕も同じ気持ちだから、同じ志だからソフトバンクで働こうと思ったので、飛び立てがきっかけで自分は進路を決めて社会に貢献しようかな、日本で戦っていきたいなって思えたので、日本の街づくりに北欧の風をというテーマでスウェーデンの王立工科大学に留学をしていました。環境だったりとか福祉とか、サステイナブルな視点というのを、スウェーデンからは教えてもらったかなというふうに思っています。長期留学というのが一つの夢でもあったので、これまでの人生になかった新しい世界を知る機会を与えてもらえたことには本当に感謝をしています。東急株式会社自体が駅を中心とした街づくりが中心事業となってきておりますので、誰にとっても生活がしやすい空間を作っていければなというふうに思っています。イギリスのリーズ大学というところに留学していて、移民地区の子どもたちの居場所づくりをしていました。現地で感じたのは、やっぱ貧しくてもそのお金によらない幸せの形、生活の豊かさってやっぱあるなと思って、僕が働いているパナソニックって人の生活に深く根ざしている、でその豊かにできるようなサービスを実際に作って人に届けていくっていうような活動ができる、その新規事業開発の企画の部署にいさせていただけるのは、すごく自分としてもやりがいがあってモチベーション高く保っているなと思ってます。飛び立て生の中には150名を超える起業家もいます。事業領域は幅広く、例えば AI や量子コンピューティング、ドローンなどの先端テクノロジーからヘルスケア、食、農業、地方創生、教育、スポーツ芸術分野など多岐にわたります。支援企業をはじめとする大企業との事業連携、資本提供を受けながらイノベーションに挑む起業家も育ってきています。量子コンピューターソフトウェアを作っている会社を経営しております。日本初で世界に勝てるものを、世界をリードするものを作っていきたいなっていうのは思っていて、飛び立てっていうコミュニティに僕はすごく支えられて、今もこういう横のつながりを通してこうどうやったらその自分たちの事業を大きくしたりっていうところが、すごくアドバイスをくれるような方々とこうつながることができて、そういう横のつながりがやっぱり強い組織ってなかなかいないので、このコミュニティが存続してほしいっていう思いで、小学ながら会社として寄付させていただきました。日本の若者が世界に挑み、創造と変革を起こす社会を目指してきた飛び立て留学ジャパン。若者の留学を多様化するロールモデルを輩出し、留学機運を醸成してきました。高校生、大学生の留学数は最高値を更新し、留学の機運は高まってきました。その成果が評価され、この度新たな展開に向けた議論がスタートしました。今後は主にご覧の3つの事業に取り組むことを検討しています。第一の事業として、留学支援に携わるすべてのステークホルダーの人的ネットワークと留学に役立つ情報を結集する留学プラットフォーム事業に取り組みます。第二の事業として、高校生や大学生の留学を支援する新たな日本代表プログラムをスタートします。リーダーシップを持って世界のトップレベル人材と共同し、SDGs の達成やソサイエティ 5.0 の実現を牽引するロールモデルの輩出を目指します。また高校生の留学機運を全国に広げていくため、自治体と連携し、地方からより多くの若者が世界に飛び立つための新しいプログラムを始動します。第3の事業は価値イノベーション人材ネットワークです。若者の感性が社会を変えるこれからの時代、飛び立て生の経験や関心を可視化、分析し、社会とマッチングすることで新たな価値の創造に取り組みます。すでに地方創生やビジネスなど様々な領域で支援企業、観光庁、ソーシャルセクターとのアイディアソンやプロジェクトの実績が生まれ始めています。将来的には取り組みの舞台を世界に広げ、日本の若者が世界のリーダーと共に社会課題に挑むネットワークを構築します。飛び立ては2021年度までに約250の企業、団体、そして個人の皆様から累計約121億円のご寄付をいただきました。飛び立ての趣旨にご賛同いただき、多大なご支援をいただいた皆様に心から感謝申し上げます。この留学は間違いなく皆様の将来に有意義な経験になると信じております。皆様が広い視野と俯瞰的な視点を身につけ、
新しい世界を作り上げてください。そして世界から尊敬されるような人材に育っていただきたいと思っております。日本の未来のためにグローバル人材を育む国家プロジェクト、飛び立て留学ジャパン、新たな挑戦が始まります。